そして本当に素晴らしいものでございますので、どうぞ皆様ご想像くださいませ。本当に桜のトンネルをですね、この大バスで一気に抜けていくんですね。大変素晴らしい眺めでございますが、春先とても人気がございます。ぜひ方のご乗車お待ちしております。撮影するときも絶好のポイントになっております。
通過する本社たちもね、こちらの塔の前で集合写真を撮ったりいたしますが、ご覧いただいている格好の一番高いところ、こちらが中央塔と呼ばれるところでして、上までの高さ 65.5m もあるんだそうです。やはりここから見る国会議事堂が石川のお馴染みの、眺めといったところじゃないでしょうか。お写真を撮りの方は上手にお撮りいただけましたでしょうか。ちょっと屋根が入ってしまってという方は、バスはこの先左に曲がってまいりますので、右側の辺りからどうぞ回ってもお撮りください。この辺りからいかがでしょうか。今日はちょうど斜面でパトカーが止まっておりますけれども、同じように門の外で東京はこのイチョウ並木をですね、一番よく見かけます。街路樹として植え替えてありまして、当番、大気の人にとても強いということで、こういった街路樹には一方やプライバルが使われることが多いのです。さあ、また皆様の正面には、こちら大きな建物がご覧いただけております。こちらが去年新しくなりました東京科学省です。そしてこの右、お隣、低い、そして頭に2本鉄塔が立っている建物が、こちらが日本でも超高層ビル、国見ヶ関ビルでございます。あ、これが国見ヶ関ビルかと思われた方もいらっしゃるでしょうか。そうなんです。40年ほど前は、このビルが日本で一番大きなビルだったんですね。現在、日本で一番大きなビルというと、皆様何だかご存知でしょうか。残念ながら、東京にはないんですけれども、横浜のグランドマークタワー、これが296mございますので、現在、日本で一番大きなビルとなっております。こちらの国立ビルは、40年の間から、随分建物の高さにも違いが出てきたようです。では、バスはこの先、永田町から進みの先へと参ります。どのあたりが海だったかと言いますと、今ちょうど信号赤で止まっているんですが、2つ先の信号の向かい側、ちょうど今の新幹線が通過していく少し前側の向かい側が海だったところなのです。上の近くの向かい側が追いついていかなかったかもしれませんので、繰り返します。左後ろが外務省です。そして左前方、大きな建物が総務省でございます。今度は右側ですね。右横にございます。少し低い建物が農水省でございます。そして交差点の向かい側、大きな建物が、こちらが裁判所、合同庁舎となっております。大きな建物が